皆さん何か最近思うことがあるって聞いたけど、最近すごく感じるのは、種子島はすごく空気がきれいだって思ってたんですよ。こっち来た時ね、やっぱ星もきれいだし、やっぱ普通に吸う空気がね、全然違和感なく美味しいなっていう感じを思ってたんだけど、こう朝出勤した時とか、あとはこうね、いろいろこう帰りが遅かった時に、ちょっと外の空気を吸った時に、なんだこの匂いっていうのを感じる時があるんですよ。それは来た時とは明らかに違うの？初めて種子島に来た時と。そう、その来た時は全然そんなの感じなかったけど、ここ本当に数年、ここ数年ですよね。ここ2、3年ぐらいに感じるんですよね。特に北西の風の時。それは基本的に何なの？僕は絶対中国の影響だと思うんですよね。上海とか、インカーの、こう、郊外の風っていうか、まあね、黄砂なんかもほら、ね、冬とか春先とかにこう飛んでくるのはありますけど、来てるよね。いや、特に、その、なんで朝とか夜に匂いを感じるかっていうと、だからちょうどその昼間の間にこう盛んにね、その活動排出されたその肺炎っていうかね、大気汚染物質がちょうど夜ぐらいになると1000キロぐらい離れてこっちまでたどり着くんですよ。それがちょうど種子島にも届いてきて、なんか匂ったりする。それは基本的にも確信を持っていること？僕はそうじゃないかなって思ってるんですよね。だからね、本当に空気のきれいな島っていうか、そういう印象を持ってたんだけど、下手すると日本で一番、その日本の中で比べると日本で一番空気の汚いところになっちゃうかもしれない。僕は率直にそう思ってるんで。なんか屋久島で大気汚染物質を観測し始めたっていう話もあるし、誰か本当はそういうの調査して、種子島でもそういうのをやっぱり考えた方がいいんじゃないかな。